陸運で去年とどっちが多かったんですか。でも去年の方が多かった。うん、去年の方が駅前じゃなくて全然違う。全然違う。あ、全然向こう仮装した人がいない感じなんですか。あ、そうなの。あ、あの方がもうコスプレなんですね。あんまり刺激するなよ。あるよ。すいません。そう、年齢確認みたいな。いとこ服で買って。あの、皆さん入手場所まで教えてくれてすっごい優しい人ですね。いやいや、こっちこっちだ、こっちだ。あ、どうもロブです。ですね。今日はハロウィン最初前乗りしたんでしょ。うん、僕8時10時って聞いたんですよ。主役は遅れてくるので。そうそうそう。そこ今大体カットされるんですけど。いや、残す。残さなくていい。それ今日はこの後はどうするんですか。ロブが、ロブが夜の街を歩く。夜の街を歩く。お揃いに手歩く。ロブさんみたいな。似たようなもんシンプル。どっちの方にとりあえず行ってみますかね。向こうは行きましょう。去年とどっちが多かったんですか。でも去年の方が多かった。去年私知らないからあれだけど。でも結局あの鳥取とかあっちの方とかの車の方がやっぱ岡山ってイベント行事が好きなんです。そうですね、やっぱり。そうですね、やっぱこう最近やっぱでもなんかコスプレも可愛い、なんかちょろちょろっとしたこの方が多かったけど。どこ行く。あ、カードもらった。いや、ドリンクというカード。あ、あるよ。一緒に仕事してやっぱ目立つんでしょうね、二人。目立つ。僕カボチャなんで気持ちは春を。そこまで皆さんみたいに勇気なかった。分かる勇気なかったね。そうなんかみんなコスプレしてて僕だけ普通の服でみんなにディスられるとか言うのも欲しかったんですけど。いやいや、何してんすかみたいな。相当駅前じゃなくて全然違う。あ、向こう仮装した人がいない感じなんですか。そうなの。こっちもなんか中途半端ですみたいな。そう。僕もなんならこれぐらいだったんです。パンプキン色の服着とるけコスプレだって思ってくれよ。お金もらったか。でもお兄さんもカボチャいるんですよ。ハピアロイ。あの方がもうコスプレなんですね。あんまり刺激するなよ。あれはパフォーク。桜の大門の方。結構飲酒だね。ね、インタビューダメなんか。ダメだ。出てくれね。やっぱそのあったんでね、その改革としてあったんで、ね。いや、 G20 よりだいぶ警備が。うん、すごいね。G20 よりも10、すごい警察の量が半端ない。G20 の時は結構散らばってたけど、うん、まあね、集中してね。そうじゃないですか、この前。うん、充電。なんていう感じでいきます？じゃとりあえずわかりました。はい。それじゃ。なんかすごいベテランな感じなんだね。そう、慣れたから。みんなこれ中身の人みんな男性ですか。あ、違うの。言えない。あ、言えない。言えない。あ、いいね。お、魔法使えるんですか。やっぱり魔法使えます。あ、無償だ。あ、無償だ。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 面白いです。面白いです。まあ、ぐるぐる回ってみますか。はい。でもすみません、明日のことは。え、すみません、ありがとうございます。取り締まった方がいいよ。これは何の仮装ですか。普通のパンク的な。え、普通のパンク的な。すごい。これは手作りだった。これは買ったものだったら、それとか。あ、すごい。これ、息できるんですか。息できるんですか。息できます。あ、これ、あの、フリーマスクですよね。ですよね。すごい。こういうところでよく見る。ただ、その場所とか大体。それを多分、自分で作っちゃった。そうですね。すごい、おしゃれ感出てますね。うん、駅前の方にも行かれたんですか。駅前の方に行って、まあ、ちょっとまた記念にしてるんですけど。岡山の方ですか。岡山の。今年は初めてのコスプレだった。今年初めて。すいません。はいはい、大丈夫ですか。いいよ。コスプレ。すごい。なんていうの、コスチューム。ヤンキーだから取り締まった方がいいんじゃない。そうだね。取り締まったらいろいろ問題あるから。そう、補導されたよ、本当に。マジでめっちゃ年なのに。補導されたって。補導されて。そう、年齢確認みたいな。I love you って書いてある。そう、ちょうどかわいい。これ作ったの。すごいですね。あー。
やと補導されるんだ。補導されたの。そうで、あの桃太郎の銅像あるじゃん、はいはいはい、あそこでちょっと問題になったじゃん。ああ、そうですね、そうですね。それ再現したから写真撮ろうとしたらめっちゃ怒られて降りて降りてみたいな。他にも何人か一緒の部分とかだったの。ただ2人で行ってたんだけど、さっき見て入っちゃって。ああ、こっち初めて。今年初めて。何が？あの、いやいや、毎年。ベテランさんだ。毎年こんな感じで、ね、去年はでもすごいですよ。ちょっと待ってください、すごい人おるんですよ、これ。いや、行って行って、行って行って。これ、逆に行って。ちょっと、ガチかもしれない。これガチなんだよ、これなんかどう思う？ちょっと、パパコさん。YouTube やってるんですよ。大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫？日本の方？外国人だそうです。やっぱ、あ、日本人じゃないですね。でも日本の映画でやっぱ結構衝撃受けてこういう格好されたと思う。あ、こういう感え、外国の方なんですか。イギリス。なんて言ったの。サダコでしょ。そう。うん。外国人の人、うん、サダコ見て、うん、影響を受けてやりましたって言ってます。わ、はい、かりますか。結構ね、すごいですよ。結構すごいですよ。これは作ったんですか。糸子を吹けて買った。あの、皆さん入手場所まで教えてくれてすっごい優しい人ですね。いや、もうすごい目立ってましたんで。あ、褒めました。ありがとうございます。頑張って楽しんでください。僕どこに連れて行かれるんですか。なんか肩で結構なんか多いみたいな。悪いこと。今日僕何も持ってないんです。今日、雨はさっきもらいました。あのビッグエコの前にいたらパインの雨もらえますんで。写真撮ってよ。見てますみたいな。でもめっちゃ嬉しいです。めっちゃ初めて。いやいや、そんなチャンネル登録してます。じゃあかなりレベル高いですよね。新鮮です。新鮮です。この中でチーム分けが始まったようですね。色で合わせるんですよ。すごい。どういう友達ですか。ここいとこ。こっちの方がいとこ。すごい。今みんな分かりました。今頭の中すげえクエスチョンがある。2回目。2回目になると皆さんこれぐらいのレベル出していくと。やっぱ去年の方が激しかった。そうだね、去年。警察がとりあえず多いから。多分おそらく上げていくんです。これキブが運んでる。警察これどうしてくれるのかな。ちょっとこれキブツ破損のやつ。そうですね、ちょっとこれキブツ破損ですね。車ぶつけたってわけじゃない。そうですね。これちょっと届け出てます。大丈夫。ちょっとね、ちょっと届けしましょうか。出して見て。これがパッキンとね。うん、本当だ。戻っ一応戻りましたね。そうですかね。あれですね。あれでもおらんかったよ。いないね。去年こんなにいました。いなかったです。すごい数です。やっぱ G12 分かってるか。G なんだらね。 G の話のあれからすごかった。いや、あそことかすごい立ってるもん。何したんだろう。なんか誰かお出迎えするんだろうか。すごいスペシャルゲストみたいなのが来たりとか。すごいですね。アムロちゃんでも来るんかな。うん、違う。ちょっとアムロちゃん。そうだね。結構やっぱり年々とレベルが上がっていってるような気がする。警察のあれがね。警察の数がすごい。横断歩道にまで警察が配備されてるんで、一緒に手伝った方がいいよね。そうですね。どんどん岡山の駅からだんだんこっちに警察が流れてるんですね。うん。小島でなんかなった。そうそうそう、小島見たね。小島1位になった。はい。はい、皆さんお疲れ様でした。というわけでね、今回の舞台は駅前から駅前の町の方にね、撮影のスポットを置きました。というわけでね、また、ハロウィンスペシャルの方を上げていきますので、引き続きよろしくお願いします。
裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。